で、過去に2つ撮った、動画をアメマビジョンの方に投稿してみようと思います。で、タイトルは1つは決めているんですが、1つは決めたんですけども、これですね、アメマビジョン今日メンバービブログにというふうにして、一番上は今使っているファイルなので、これを更新してしまうとシステムエラーが出てしまうので、コピーをします。あのコピーは後でタイトルを入れなければいけないので、コピーをしておきます。で、アップロードします。まあ、20MB ぐらい、20MB 前後の容量なので、すぐアップロードできると思います。で、投稿ですね。で、さっきのやつを貼り付けて、貼り付け許可しないで、投稿していきたいと思います。で、もう一つも投稿してみたいと思います。いいですね。まあ、コピーはしなくても、まあ、一応コピーしてアップロードします。これ40メガなので、まあ、若干時間がかかるかなと思うんですが、これで、こうですね、許可しない。これで OK です。で、今変換中なんですが、今はメーバービジョンだとどれぐらい投稿できてるんでしょうか。まあ、201万本ですね。やっと200万本。前にアメーバビジョンの方に投稿していた時は、そんな前ではないんですが、1ヶ月ぐらい前かもしれませんが、その時はまだ200万本に、動画投稿しませんでしたが、もう201万本になってるんですね。相当いってんのかなと思います。過去に撮った動画はどうなってんのか、ここですね。2月の2日に、動画を投稿したんですね。相変わらず PV、プレビューというんでしょうか、が低いですね。5とか3とか6に、下絵だけ、またタイトルだけで PV を稼いだような感じになってしまったんですが、それはなんとか、有名なタイトルとか有名人の名前を付けたタイトルにすれば PV は稼げるんですが、でもやっぱりそういうことはあんまりやんない方がいいかなと思います。新萌えだけ関係だとやっぱり2桁の PV が出ていますが、そうですね、7ぐらいに持っていくと、PV が0というのがありましたね。迷宮空表のレビューなんですが、これが27とかもあるので、やっぱり、そうですね、結構 PV が、まあ、1とか0は、まあ、でも0は1つありましたが、34とか24とか101とかありますね。 YouTube 4桁最高が1000まで PV がいったんですが、それが限度かなと思いました。やっぱこうやってスクロールをしているので、こんな感じでしょうか。これちょっと気になるので、自分がやったやつなんですが、気になるので、
で見てみているんですが、結構こうやって見ていると、音が、キーボードを叩く音が結構目立つなと思いました。まあ、アメーバビジョンは YouTube と比べて解像度が低いんですけども、文字が大きいせいかちゃんと読めますね。で、ここ黒いのは、ブラウザーの拡大しているので黒くなっています。で、縮小するとこれがだんだん戻っていきますね。で、今、画面をスクロールしてしまったせいか、5分50秒になるところなんですが、容量が78.8MB になるので、そうそう一回切ろうかなと思います。で、一回ここで切りたいと思います。